マップオブ・ウィスコンシン・テリトリー1836から1848ウィスコンシン巡集は・ジュ州は1836年7月3日から1848年5月29日までのアメリカ合衆国の自治的領域である。ジュ州を定義する法律は1836年4月20日にアメリカ合衆国議会で成立し7月3日に有効となった。最初のジ州とは ベルモントとされたが、1836年10月に、現在の州ト・マディソンに移された。ウィスコンシン・ジュン州は、1848年5月29日に、アメリカ合衆国、第30番目の州に昇格した。ウィスコンシン・ジュン州は、現在のウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州及びミズーリ側までの両ダコタ州の部分を含んでいた。 領域の大部分は1783年にイギリスから割上された当初の北西部領土の一部であった。現在のアイオワ州及び両ダコタ州となった領域はもともとルイジアナバイ州で獲得した領土の一部であり、1821年にミズーリー巡州から分離して1834年にミシガン巡州の中に付属されていた。もともとの北西部領土から 1800年にオハイオの州昇格準備のため、オハイオ以外の地域をインディアナ順州とし、1809年にはインディアナの州昇格準備のため、残った地域がイリノイ順州とされていた。1818 18年、今度はイリノイが州昇格準備のため、ミシガン順州に付けられた。さらに1836年、ミシガンが州に昇格するために、 ウィスコンシン・ジュン州が分離された。この時がウィスコンシン・ジュン州の成立である。1838年にはアイオワ・ジュン州が分離して作られ、ウィスコンシン・ジュン州の領域が減った。現在のウィスコンシン州はウィスコンシン・ジュン州の大半を含んでおり、ウィスコンシン・ジュン州の残りの部分は1849年にミネソタ・ジュン州に組み入れられた。アンドリュー・ジャクソン大統領は、 ヘンリー・ドッジを知事に、ジョン・エス・ホーナーを秘書官に指名した。新巡州の最初の議会は1836年10月25日に、ラファイエット軍のベルモントでヘンリー・ドッジ知事の招集で開催された。しかし、巡州の立ち上げには、時間的な後先が発生した。アメリカ合衆国議会が、ミシガンの州昇格請願を拒否したからである。ミシガンは、 北西部条例の州昇格条件を満たし、住民は1835年10月にその憲法を承認し、同時に自治政府による運営を始めていた。ミシガンの州昇格が1837年1月26日になって認められた状況を反映して、ミシガンから分離するウィスコンシン巡州の創設は1836年7月まで認められなかった。 この時間的なズレの間も、行政の空白を避けるために、ミシガン準州の知事代行スティーブン・スティー・メイソンは1835年8月25日に、シリの委員会として知られるようになる、西部の行政委員会選挙を行う旨宣言した。この委員会は1836年1月1日に、グリーンベイで開催されることになった。しかし、ミシガンとオハイオ州との間で、 トレド戦争と呼ばれるトレドストリップをめぐる領土紛争が続いていたために、ジャクソン大統領は1835年8月15日にメイソンを降鉄し、公認にジョン・エス・ホーナーを就任させた。ホーナーは彼自身の宣言を1835年11月9日に発して委員会を12月1日に召集した。これは大議員に対しては1ヶ月もない間に、 事態の変化を理解し、会議に間に合うように旅して来いということだった。このことで大議員の間に強い困惑を生み無視することになった。ホーナーですら出席を怠ることになった。委員会は当初の予定通り1836年1月1日に召集されたが、ホーナーは出席する意図があると伝えられていたものの、病気のために持参した。知事のいないままでの委員会は、 管理的なことや儀式的なこと以外ほとんど何もできなかった。トレドストリップについてはミシガンが情報する代わりにアッパー半島を得ることで落着した。ありがとうございます。